んは、こんにちは、おはようございます。ちょっといいですか、いきなり急に振られたんですけど、びっくりしましたけど、いつもこう、ね、何かを振っていただいてから喋るっていうトーンだったんですけど、まさかの展開でいきなりこう右手から振られるっていう、あげくは、登場していきなり汗だくって大丈夫ですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、はい、狭間さんの協力を得て、ズン G5N でクランプスを鳴らすっていうですね、いよいよサウンドを出しましょうということで協力をしてもらうことにしました、はい、さてどんな感じのサウンドになるんでしょうか。まずはですね、全部フラットの状態からちょっとずつ試していきたいと思います。では早速こういうセッティングで撮っていきたいと思います。アンプのセッティングは全部フラットですね。全部50にしてあります。キャビネットの方も全部50になってます。アウトプットブースターは0、トーンはほぼ50ですね。ちょっと絞ってるぐらいかなっていう感じでやっていきたいと思います。続いてジェミヌスをかました音を取ってみたいと思います。セッティングはこんな感じです。次はこのようなセッティングでアナログディレイ、クローンコーラス、ホールリバーブをかけて弾いてみたいと思います。ちなみに空間系の設定はこんな感じになってます。狭間さんありがとうございました。ありがとうございました。Zoom G5N 初めて使われました。初めてですね、弾いたのは、うん、初めて弾いてみて感触はどうですか。弾きやすいですね。あと本当にもう追い込み企画次第で、どこまでも良くなるんだろうなという、さっきもいろいろなんかいじっていただいてたんですけどっていう感じの印象はすごく受けましたね。はい、フラットとだいぶ印象違いましたよね。だいぶ違いますね。やっぱこう追い込めば追い込むほど、どうだギターだっていう音がラインで出せるっていう。そう、これラインで繋いでますからね。いや、それすごいですよね。だからこのサイズとこの価格と、うんうん、でこのサウンドっていうバランスで言うとリーズナブルなマルチエフェクターとしては相当有力な選択肢になるんじゃないかなと思います。本当ですね。あとボリュームペダルもついてますね、 G5N だと。そうそうそう、エクスプレッションみたいな感じでワウニングできたりとかで。そうなんですよ。あとこれ小ネタなんですけど、 Zoom の G5N と G3XN っていうね、はい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 、G3 の方はスイッチが3つなんですけど、うんうんうん、そちらの方とスイッチの数が違うんだなと思うじゃないですか、うんうん、実はですね、ペダルの大きさが違うんですよ。ほう、これは地味に大きくて、はい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 、この踏み代がやっぱりどうしても変わってきちゃうんで、うん、ある程度ライブで使いたいという方はこちら G5N をおすすめしたいと思います。見心地がいいのはライブではとても大事ですよね。うん、本当に安定感出るからね。
あとはですね、アウトプットブースターっていうのがついてるんですけど、ブーストの方はね好みの音って感じなんですけど、トーンが実は地味に便利で、その場の雰囲気とかそのアンプの雰囲気とかでちょっとハイが足りないなとか、ハイが出過ぎちゃってるなとかっていう時あるじゃないですか。でプリセットごとにいじってる時間がないなとかっていう時に、ちょっとこのトーンでちょっと絞るとか、ちょっと足してあげるとかっていうことができて、これ地味に便利です。それはありがたいですね。じゃあちょっと締めましょうか。はい、でも本当おすすめですね、 Zoom の G5N っていうか、今ちょうど出てだいぶ数年経って G11 も出て割とお安くなって買いやすいので、これからなんかマルチ1個欲しいなとかって人にはすごい本当にいいんじゃないですかね。やっぱりエフェクトをね学びたい人はマルチ買うのおすすめです。難しいとかっていうイメージはもう一昔前のイメージで、今はもうすごいとっつきやすいので、ぜひ触ってみてほしいなと思います。じゃあこの動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。で狭間さん言ってください。なるほど、なるほど、そのパターンですね。なるほど、まあ、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。大丈夫ですかこれ。